19時から,時からはい、えー、始まりました花浦和の19時からでございますはい、お願いしますはい、よろしくお願いしますどうも花浦和のリョウジと申しますそして今もサップに乗っておりますこの男おー、グレキンです <laughs> おー <laughs> おお、はいよろしく歓迎です。よろしくお願いします。不安定な感じが出てましたね。そうですね。出てましたね。サップは立って乗ったら難しいからね。そうね。揺れるからね。揺れる揺れる。はい。座りから立ちが難しいですからね。そうですよ。はいよろしくお願いします。お願いします。二十回目です。ああ本当に二十回目。記念すべき二十回目。はいおめでとうおめでとう。先週が十九回目ではい二十回目。うん。記念日ですね。あら。 出た記念日でございます。言うよね <laughs> いや。なんで春奈みたいな <laughs> あるの奈愛さんみたいな言うよね。よね何に急にあのー、このね20回とかでね、うん、記念日とかね、うんはい、あのー、早いのよ20で記念日は早い。いやいやいやまあ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 20も好きだし。あー20ねあの。 韓国メイキーハッピーアップをね。そそそうそうそう <laughs> メイキーハッピーアップをね。<laughs> メイキーハッピーアップをね。うん、メイキー,メッキーハッピーね。ーはい。そう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 。ニジプロのね。あ<ー>あにでも学生の頃はもう毎月送ってたけどね。えー。あれは記念日のこのメールというか。 あ,あ、まあ、カップルの時にね、うんそう、メールか、あの時代は。うん、うん、き、ら<日>もいっぱい使って、今日記念日だよって。はい、今日は何ヶ月記念日でございますって。ええー、思ってましたね。ういういしいで、ねうん。いや、あの、年単位でやってほしくない。<laughs> 俺、年単位でやってほしいは、そういうの。でも、ど送らなかったでしょ送ってない。そういうタイプじゃないもんね。うん、うん、そういうタイプじゃないんだよ、このタイプ。うん、あのー、先に言うよ。そういうのは。 あのまあ1か月記念日とかあっちから来たとしたら早くないあの年単位でやった方がよくないこういうのうわ冷めるなだからいや1年1か月記念日とかやるやるね1年7か月記念日とかいや意味わからんってな気づいたらなくなるのよフェードアウトするまでがいいんだからこれは ちゃんとだから彼女の方から送ってくるのもあればこっちから送るのもあるしみたいなのもちゃんとあったねお互いで送るからねあ本当それちゃんとねまあまあそれはあの若いからかもね、うん、そう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 ,そう、うん、学生だからね、うん、青春ですねまあ学生の時はなまあ1年間しかこの同じ、うん このクラスっていうかまあ3年間しか同じところにいないからまあまあまあ中学とかだと、うん、そうか3年だねそれならいい,い,いよねそうだねうん、うん、それならまだいいけど卒業してもやってたけどな俺えー、でも20手前ぐらいまでだね、うん、10代の頃やってたな今とかな、ね、でも、あのー、ポッポ カシスオレンジのポッポとかは。やりそう,う。やりそう。<laughs> やりそう、ポッポ。マジやりそう。あ,あいつはやると思う。あいつロマンチックボーイなんでね。<ー>意外とね。まだ、うん、その学生の恋愛を。ずっとしそう,う。<laughs> うん。 やりそう公園とか言って、別にいいんだけどね。いやいやいや全然公園公園とかいいんだけど。行くのはいいよ。いいんだけど。あのトマリンのベンチでイチャイチャするかもしれない。学生いる俺らネタ合わせするからよくね。学生いるな。トマリンのベンチでイチャイチャすんなよあっちで。 いいっぱい来るんだからそうそうそうあ<ー>やってるよな学生の恋愛あるあるみたいなのなんかあるかな学生恋愛あるある学生の恋愛あるあるみんな恋愛してたかなまあしてるんじゃない今の子とか多いんじゃないむしろ今の子とやっぱ違うのかな何かが今の子は多分、うん、俺結構すごいと思うんだよね何があのーうん 大人の恋愛をしなるほどねなるほどなんか普通にこの記念日とか1年記念日とかだったら多分ディナーとか行きそうちゃんといいとこ予約して確かにねなんか稼げる今お金ない今お金あるお金あるんであんなお金あんの今の子普通にスタバとかいるしなそうそうそうスタバ小学生ですらスタバ行くから今の子って。 そうなのよスタバでなんかこう男子とかでも行くからえスタバでなんかこうマックじゃないんだもんマックじゃないマックも多分あると思うけど多分スタバも行くまあ俺らの時に比べたらマックの値段は上がってるからなまあそうねめちゃくちゃ安かったもんなだって普通のハンバーガー80円くらいだったそう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 マックポーク100円でしょあそう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 マックポーク夏マックポークって今もあるマックポークないよもうない懐かしいわ マックポークはあの牛アメリカの牛が病気になったさはいはいはい問題になった時にそうだそうその時にマックポーク出てきたのこう回すためにそう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 いうことねマックポーク好きだったけどなめっちゃ美味しかったね父ちゃんがよく買ってたなマックポークあれ美味しかったよなマックポーク美味しかったですねまた復活しないかなだから代わりにチキンクリスプとかになってるさ最高ですチキンは美味しいですからねチキンクリスプもいいよな結局やっ まあ、フィレオフィッシュですけどね。一番美味しいのフィレオフィッシュ。フィレオフィッシュ。宝箱みたいに入ってくるんですよね。ああ、箱にな。フィレオフィッシュな。特別感があるんだね。ビッグマックも、箱。サムライマックですら袋に包まれてくるのに。フィレオフィッシュはもう出来たてですって言ってこう。艶やかなね。まあ、多分だけど。あれ、四角じゃん。 フィッシュがフィッシュ四角四角だからだと思う何があの包んだら潰れたりするからいやいや関係ない関係ない絶対そうだと思う本当はフィレオフィッシュあの紙にしたいのよマック側はいやいや箱包みたいのよ箱ですいいえ特別感があるんでないですあるあるあるみんなやっぱ言うよねフィレオフィッシュ言うよね 言うよね, <laughs> うよねフィデオ,オフィッシュに文句言う言いたがるよねみんなうんマジであのー、フィデオフィッシュはね、うん、俺はあんまり認めてないねあいつずっといるのよ一応わかるわかるよ昔からまあ唯一のフィッシュだから <laughs> いやいやまあそういうわけじゃないと思うよ 多分ね、うん、あの競争はすごい激しいと思うよ、ね、マックの、このフードの。いやいや、競争相手いないから、フィッシュ。<laughs> いやいや、いる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 。フィッシュもビーフたちと一緒に、戦ってるから <laughs>、うん。いや、独裁、独裁っていうか、まあ特許取ってるのよ、フィッシュ。いやいやいや,いやいやいや、いやいや、いや。あの、<う>なんていう、フィッシュ枠があるのよ。いつでも切っていいですよ、っていう状況にいるのよ、あ,<ー>あいつは。切れ,切れない、切れない。でも、でもともと袋に入ってたと思うよ、あいつ。 あえフフィィレオフィッシュそ,うそこから成り,、うん、の成り上がって箱にまで入ったビッグマックと一緒の,、うん、あのクレームが来たからねだからそのつ潰れてるんですけどっていうクレームが多かったから箱になったのそん,そんなことないです <laughs> そんなことない <laughs> フィレオフィッシュは特別ですかと問い合わせをかマックになでてなんでフィレオフィッシュだけ箱に入ってるんですか<笑><笑>絶対ににランク的に紙の あの包む方のバーガーのランクだと思ってますが、なんでフィレオフィッシュは箱に入ってるんですか一番だるい小学生。<laughs> <laughs> 一番だるいはこんな小学生。な,なんで箱なんですかフィレオフィッシュ。うるさいわこいわこつマジで、うん、そのランクにいないですよね。<laughs> いやつラ,ランクを覚えたての小学生。うん、だったらあの。 ベーコンレタスバーガーの方が箱に入ってていいと思います。なんでよあいつこそ袋でいいだろ別に <laughs> 別にいいのよあいつは。ビデオフィッシュ好きですっていうコメントもいっぱい来てますね。一つですけど。ああ一ついや,い,や,い,やい,いっぱいって言うなよ。一つ、ね、一つの意見を来てますね。いやだからあれでしょ。いいよね、あのー、何モスのフィッシュバーガー美味、うん、しい。モスのフィッシュバーガーは箱でいいのよ。 あいつんだっけ？袋？袋いや、モスに箱はないのよ。モスに箱はない。あの、あれ、ホットドッグぐらいでしょ。ホットドッグはホットドッグはモスのフィッシュバーガーは、マジで、俺フィッシュバーガー界で一番うまいと思う。確かに美味しいわ、モスのフィレオフィッシュとかフィッシュバーガーは。多分戦ったらね、コールド勝ちすると思うわ。フィッシュバーガーじゃ、フィッシュバーガートーナメントやりますうん、じゃ。フィッシュバーガートーナメントしたらもう、 エンダーもあるかなフィッシュバーガー。えエン,ーエンダー。あるあ、エンダーあるある。あるよね。あエンダーあるかなフィッシュバーガーあれなか。あれ、あった気するなフィッシュバーガー。俺、エンダー、メルティしか見ないから。<laughs> あ、メルティね。メルティ一択ったから、エンダー。エンダー、美味しいよな。うん、フィッシュバーガーだから、ね、それぞれのフィッシュバーガーを持ち合わせて、うん、ちょっと食べ比べたいね。うん、うん。で、めっちゃ目隠しして食べて。 美味しいのに札をあげるああはいはいはいそしたらそんたくないじゃん余裕で気づくと思うわそこで本当にマックのフィレオフィッシュにあげた時にはいやいやいやもうあの本当にくくりつけるからなあのなんていう持ってわかるわマックのフィレオフィッシュ枕元に置いて寝てくださいよ余裕よマックのフィレオフィッシュフィレオフィッシュの箱に入って寝るよ ゃなんで禰豆子みたいに自由自在そうなったらそうなったらら意味かんフィレオフィッシュの箱に入って寝るよどうやってそうですねでかいの作るってこと海で海で金がないから海で寝るよなんで海に行くばわざわざフィレオフィッシュフィッシュだからってことそうそうそうはい そうですか。そういうのやりたいですね。YouTube 企画ですね、完全に。YouTube も撮らないといけないですからね。確かにね。えっと、お祭りで告白、付き合うとかありましたねっていうコメントもありました。祭りで告白。俺はもう人混み嫌いだったから祭りは行かなかったね。そうね。祭りは最大好きだね。地元の祭りある石川祭り。ある。あります。石川祭り。そう、石川祭り。 うるま市石川祭りか。結構来る？めちゃくちゃ来る。ああ<ー>。めちゃくちゃ来るね。ど,どこでやるの？あのー、石川の石川ビーチの球場で。ああ、野球場？そうそうそう、あの野球場じゃない。ああ<ー>。グランドがあってそこで。ああ<ー>。そこでやる。へえ<ー>。でその時じゃないかなヤギの鳴き声大会みたいなやつや。ええー、何それ？ヤギの鳴き声の真似をするっていう。 あ、そうういことね。似てる人に似てる人優勝ええ面白いそうそうそうそれで HY の中曽根泉さんが出てうんうんうんって言って盛り上がるっていう優勝してたのかなどうなったかな一応めちゃくちゃクオリティ高いヤギの鳴き声して話題になってましたねめえってめえっつって出た何をその大会出た出てないあ出たかったな出たかった出たかったでちょっと聞かしてるじゃんああいいよいいよ ウシウシウシだなそれあこれウシウシだなヤギじゃなくてヤギじゃないなウシ黒いヤギだな黒ヤギさん黒いヤギだなそれでもそれやったら受けてたから。これやってねヤギヤギの焼き萌え大会で 多分やってる人いないと思ういない、うん、いないと <laughs> 全員がだからもう真剣にやけているので、うん、<laughs> 全員がへーへーって言って多分ビブラートとかも駆使してやってる中<ー>俺が出て、うん、うーんって言ったら、うん、多分

録ね。収録でやってそうなんです18日はいはい18日今日収録でございますだから未来へ向けて俺ら今喋ってるってそうねそうね前回も聞いたらそんな話だから今プロポーズしたい人がいたらこの18日にねあそううん今ここでプロポーズできますよっていうそ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 うこれを流せばいいってことねだから未来の自分へ一言でもいいしなあそういいな この時何してますか今課題18日までに終わらさないといけない課題があって終わってますかっていうそういうだから言ったら16日の「これはどうでしたか?」みたいなそうねいい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 ね子供も別に聞けるそう聞けますからうん この目標は達成できましたかとかななんかコメントでくれればねそれ言いますからでそれラジオで聞いてなそうああはいはいはいそうだったそうだったそうだったって思えるし実際こうでしたそう反省もできるしそうねうんこの成功の振り返りもできるしそうあの時どうやってますかって言ってたのに結局やらなかったなやらかったっていうのとかあるよなあひとみさんから来ました何もう 金欠でではないすか確かに18日どうだろうな確かに今もう一問なしですからないですよ18日確かになそうどうなんだろううわ18日に俺お金持ってるのかなだってチケット代は全部買い取らないといけないから6000円は払わないといけない払わないといけないどうなってますかこれ でたぶん日なあの芸人いっぱい出るライブだからライブうんそうねまからね先輩にな誘われるかもしれないしなそう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 一問なしでどうなっていけましたか飲みにはいけましたかま多分いけると思う周りに助けられるタイプだから今までマジでそれでやってきてるタイプだからそうそうそう あんまり苦労が見えないぐらいいつも笑ってんのよ。んにに常がへこああいやまあね結局あのもうどうしようもないんだからお金がないっていうのはまあまあどうあがこうがねどうあがこうが無理なんだから生み出すことはできないわけだからこれで沈むっていうのはね気分が沈むっていうのはねもったいない。 その時間がもったいないもったいないもったいい。なん。そんなもん。お金がなくてもな、その周りにな、言い回るってな、そうね、言うだろ。だから何かしらでやっぱ返していかないといけないからね。そうそうそう。だからもう一撃な何かで当ててみんなに感謝を返していかんといけないの。別に金じゃなくていいの。気持ちだから。あ、気持ち 気持ちなんてもいつでもあるえずギャンブルにたどり着くんだから今度網だくじどこ行ってもギャンブルにたどり着く弥陀くじお金はねお金でねみんなのご飯誘ってもらってご飯ごちそうになってってお金ない時代ねでもしお金がバーンある時に「あの時ありがとうございました」っつってまあんかねいいところ連れていくそういうのもいいからね なんかその人の誕生日にな、なんか買ってあげるとか。そうね、いいね。親にめっちゃやりたいね。そういうのはね。ああ。親の誕生日わかる?。親の誕生日、父ちゃんは、ああ、わかるよ。わかるわかる。わかる。わかる。親はわかる。な兄弟は、まあ、わからない。ああ、やっぱそうよな。うん。親はわかる。親はね。わからない。あの、お母さんだけわかる。父ちゃんは。お父さんわからない。 これあんま言ったらダメだっけ何がお父ちゃんの話いや別にいいよえ <laughs> まあまあ確かに大泥棒だけど <laughs>、うん、石垣の大泥棒あ,あんまり言っちゃダメだけどいや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 それだろ言っちゃダメなの何だ <laughs> なな大泥棒って。<laughs> ルパンみたいなやつ石垣のルパンだいや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 離島であんま大泥棒だったらもうすぐだろ多分石垣でいやいやいやすぐだろルパンだからなああそうあんまりその言っちゃダメだけどだからまあ誕生日も分からないっていうのはそういう理由だよねあそっか素性を明かさないんだそうそう何なぞ大泥棒ってライブでもたまに言うからななんでお母さんの誕生日分かるかっつったらあの講座の 番号が親に最初渡されるさ通帳とかこの通帳使えなっつって渡されるさで相性番号教えられるさその相性番号がお母さんの誕生日だったのえっ何いつのいや言うか言うか何んだでまあまあ別に言っても問題はないけど 入ってないだろせ残高不足だからそうでしょその人が手数料を手数料も入ってないから別に手数料分入ってない110円ぐらいただ見るだけになるんだけど鑑賞用の口座あんまないけどねこの人が貯めていく分には俺は助かるんだけどまあそうかそうか入れてもらったらうんそうだからそれで覚えてんのよなるほどねなんでこの番号って聞いたら私の誕生日でああそういうことね っって言ってて言まあそれは覚えてる父ちゃんが何かのパスワードを俺の誕生日にしたって言ってたな。なんかそれはちょっとなんか嬉しかったですけどね。えー、エロサイトのあれかないやエロサイトのログインのパスワード俺の誕生日なんでよ。<laughs> 兄弟の中で一番エロそうなやつこいつだからなっ,つって。8月10日。<laughs> うん、あートの日。<laughs> やめてくれよ。本当に父ちゃんもエロいからな。<laughs> うん、父ちゃんもエロいぞ<ー>うんそうなんすよ。なんかいっぱい来てますよ。え、なんすか 未来に向けてですね、うんえー。ピーチキャッスルは1回戦突破してますかおお、何の何のキングオブコントかなあー、キングオブコント、初恋クロマニオン。初恋クロマニオン, 1>、ね、ニオンは1回戦通ってました。ピーチキャッスルさんもあれなのかなキングオブコント。M1 はまだか ?M1 は、えー、まだです。東京はまだ。これは、えー、7月、あそっか。 7月18日の分だからもしかしたら始まってるのかもそういうことか宝くじ買えましたかとかあ<ー>、うん、未来への未来への一言ね、うん、まあ自分に対してでもいいしなそうそうそう自分の未来に対してでもいいし、えー、左肘怪我しましたかっていうあれてます、ね、左肘どういうこと怖んかあるんだじゅえ18日この人未来見えてるなじゃあ 左肘ししましたか今からじゃあ多分左肘を狙いに来るってことだなええー、<laughs> いやこれを実現させよ現実に変えようとするってことめちゃくちゃ怖いじゃんいやだから気をつけろよってことじゃないあーなるほどね、うん、ちょっと気をつけます左肘、うん、まあ、聞き手じゃないから別にいいんだけどあいいんかい、うん、右じゃなければいいんですけどねはい無限大ホールのええー なんだランキングビーチキャッスルさんビーチキャッスルランキングライブかおーうんなるほどねわかりましたでは皆さんありがとうございますじゃあ一旦 CM 行きますかはい,はいそれでは一旦 CM です アイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0988331122生活相楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天間から地域を支えます 太陽のように地域を照らす場所、サンフティンおかげさまで20周年これからも地域とともに歩みます何食べたいお肉 <laughs> 牛角カルビとダブルタンボ黒糖サスバター、うん、美味しい <laughs> ラーメン食べるかラーメン食べたい美味しいやってる牛角牛角技能アンテン好評営業中 はい、始まりました。ちょうどよかった。ぴったり五秒だった。ああ、よかったよかった。前回がね、あの収録した時三秒ぐらいで戻ってきたからね。ちゃんと五秒開けない。今のはちゃんと五秒だった。あのスタッフさんにも何も言われなかったけど。前回は別に。四秒六八とかだったな今の。細かい数字なんでわかるの毎回。 ネタ中もさなんか0.5秒開けてくれとか言うけど0.5秒とかしな、分からんだろ0.5分かる分かる 0.5?0.5 分かる感覚や、れ1秒の半分よ0.5分からんよまあでもねこのこのほんとに一瞬の間が大事になってくるそうですよもう M1 の時期ですかそうですかキングオブコント M1 ですかちょっと頑張らんといけないねあ なんかコメントが来てましてえ何やってんのうんマリエサンピンさんそっちにいるんだマリエサンピンさんうん、うんえー、私のビギナーズラックもらってくれるって <laughs> 私のビギナーズラックもらってくれるああなるほどね、うん、あいいじゃないですかビギナーズラック、うん、ぜっや,やったことないんだギャンブルマリエサンピンさんはやったことないのかそ,それによんとよるよ、うん、ビギナーズラック もしやったことないんだったら、もらいますよ。うんうん、はい。いいですか。それは使わさせていただきますよ。なんか当たりそうだしな。はい、まりえさん。うん、当たったらでも、なんか、あのー。あ、そうね。お金、ね、まあ、一億当たったら。ちょっと。あれだな、ちょうだいとか、い、ってきそうだな、マリアさん。<laughs> 失礼な偏見だな言ってきそうだないやでもねいや本当にねこれはね言ってくるよマリエピンは言ってきそうだなそれをじゃあもしな言わないですともう1円もいらないもし高額当たってももう全部いりませんって言うんだったら借ります いらなじゃそれを文面でコメントで書いてスクショを知ればもうそれが証明となるからやったことないと全くうんとりあえず船橋競馬場にとりあえず行ってみるとあなるほどってなったらビギナーズラックを使うってことだからマリアさんそれグレキン関わらないとちゃんとそう グレキンが、あのー、振り込みしてそ,それはもうマリエ三品さんのお金でやったら、うん、そ,それはもうあの私は一切もらえないからそう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 、うん、確かにねそうそうそう,そうあーでもこれいいね<あ>マリエ三品さんはなんか持ってそうだな一応持ってそうだよだよ<ー>いいじゃないですかえー、っとおな何えこれ何何何 がましたえちょっと待って急になぞなぞが来ましたこれはもう2個目の CM 後にいった方がいいんじゃないそうねじゃあちょっと一旦置きましょうキープキープキープしましょうねはいじゃあビギナーズラックの話いやいやあのビギナーズラックの話はもう終わりで終わりええはいあのなんんかかあるです幽霊好きでしょ幽霊大好き 好きでしょ幽霊大好きでも心霊が大好きあ心霊好き心霊大好きであの犬ってさ犬とか子供とか見るっていうさ猫とかね見るっていうね見るっていうさで両親犬飼ってるさ犬も猫も飼ってる猫も飼ってるさ見てる あの、ちゃんと育ててますから。そういうことです。幼児の。犬と猫は。幽霊見てる?。あ、でもね。どこに吠えてんのっていう時はいったまにある。犬。あの。しかも。ベランダの外。に向かって、何も音も何もないのに、急に、本当に急に。バってベランダに向かって、駆け寄って。バン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 ってずっと吠えるとかはある。あった。あった。あった。今は。 別に何もない。そうそうそうあのこれ浜田から聞いた話でおお後輩の浜田から浜田元マッハ元マッハジーニョジーニョもう誰っていう話なのいっぱい色んな名前が怖いんだけどもそう知らない名前が心霊なんだけど心霊ではないか別にはいジーニョがねどうぞジーニョがね あいつ犬飼飼っっててんだよあるコーギーコーーギを飼っててあいつアパートに住んでるんだけど夜寝てるもう寝ようかなっていう時もう一時回ってるぐらいの時に浜田バーって寝ようとしてコーギーが普通にダランってしてたって私ももう寝ますよみたいな寝ますよみたいな時に急にバッてなってバッて。

ファ<ワ>ン,ン,ン,ンって言ってやつンンって言るファンだろン、まあ、あの人のもう周り円を描くようにみたいな、はい、あの半円を描くようにね。うんうん、で浜田も

あおや山出る場じゃんもうじゃあ青山出る場で、で、浜田がねで、わもう怖っつってこんな、だから犬とかじゃんマジで見るんだもしかしたらね、何か見るのかなで、なにそれは、なんか別にそれは一応、で、で浜田もあのお前いるだろここにっていう、もうなんか面白のマインドになってしまってあの怖さはあんまりなかったあなるほどね、なるほどじゃあここにいるだろお前 じゃあ犬がいたらこうなっちゃうのバレるからねすぐバレちゃうからうんじゃあいるだろってなってじゃあこの後どうなったわって聞いたらいやもうしばらくしたら泣きやん浜田が「あもう家吠えるな吠えるな」って言ってで浜田も見えないからでまあそれで一応自分も普通に寝ましたって言ったけどもうこれ聞いてもう犬飼わないと思ったもんえそうあんまそういうの怖い怖い怖いお化けとかダメ 見たくないおけ、うん、見,見たくないし、うん、いるっていうのも、うん、その時にこの浜田の犬みたいに、うん、こ,のここにいますよみたいなワンワンワン,ワンとかもあ、うん、ってほしくないあそうか、うん、そういうことだから多分だから壁だったってその,その時はねだからふわんって出てきたみたいな感じのふわーんって出てきた 吠え方もうあ急に急にそうでこうやって寝ててで急に壁パって見てフワン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 って言わんだフワンフワンフワン何のコーギーかこれ犬舎合ってるかそういいかこいつでなったって聞いて俺はもう犬飼えないってなったあそううん怖いいやまあでも実際そうなのか分からんよでも何かに驚いてただっちょっとした物音でも吠えるから吠える犬は。 ええー、そう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 本当に。で、ちょっとしたもの、まあ、あのラップ音とか。そう、なんか、ガシャッちょっと椅子がって引いたりとかしたら、うん、何か敏感な犬とかは、わら。ふわ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 。同じ犬種。ふわふわふわって言うから。同じ犬。<laughs> 言うから犬の吠え方、みんなファンファン。<laughs> いや、初めて聞いたわ、うん、フ,ファン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 。<laughs> <laughs> ファン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 。な、そうか、でも、可愛いからな、犬は。いや、もう可愛いけど。うん。 その一件があるって考えたら俺はもう怖いじゃあさ自己物件に住んだらじゃあ1億円あげますってやったらどうする何泊ええ一ヶ月無理一億よ一ヶ月一ヶ月いや無理無理二億いや無理三億うん無理4億ダメ十億 100億の2泊3日だめ1か月1か月だったらもう何円積まれても無理なんでそれは死ぬから <laughs> いや確定ではないよ別に <laughs> いや自己物件1か月は死にますいや松原谷さんとか自己物件住みます芸人でやってるけど別にさ、はい、うんこうやっていや俺はもう怖いねあのー、心が死ぬと思う あなんか弱い人は持ってかれるっていうねう,ーんうんあの一、ー、人じゃなかったらいいよ一匹一匹犬連れてっていいコーギーコーギーで犬一匹いる浜田の犬浜田のコーギー連れてな見,見えるもん <laughs> いやでもそ,それだけこの犬見えるもんその子だけ浜田のコーギーでも動物も怖いな、うん、なんか急に <お>ヘビヘビ。おかえりとか、ね、なんで言うば。喋るかもしれんしな。ファン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 。いやおかえりっていうなフ,ファンファンファンで。ファンファンファン,ファンでおかえりって。ファンファンファン。怖い怖いもう。ファンファンエリー。い,いえエリーまで行ったらまあおかーって言え。<laughs> えー、怖くてねダメなのよ。あーそう？うん。自己物件な二百三日一週間はいけるじゃん。一週間犬付き？ 犬つき犬犬ききけけるる1週間行けるけるああそう犬つき1週間だったら OK ああ自己物件相当な特急呪術特急呪物ああもうそれぐらいの特急特急な自己物件でもいいああ1週間1週間百0 0億10億いや行かない100億行くああ すごいね102億にしてもらえ何だその2億 2> <laughs> もう100積まれたら別にもういいや100億っていい、うん、もう1万でも使ったら99億になるじゃんあーまあそうかそうかうんそれいいや100100 100億1万円あっ嫌だいやいや,いや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  <laughs> 102億にしてもらえない何だそれ102億だったらずっとなんか100億キープできそうだから <laughs> 犬付きの方が怖いですって何もないところに吠えそうああそうね それでも億あるからねいやでもそれなあの一人よりはまだよくない多分毎日吠えてるぜファン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 か多分犬も慣れてたらえないと思うんそう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 逆にねうん犬が吠えたら吠えたでもうあっちにいるんだなと思って無視すればいいしそう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 ンファンファンうそ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 う 意味分からいやいやんからな、うん、はいさあということでじゃあちょっと一旦 CM です宜野湾ヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りス普マグーから伊サ交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね

私たちは天馬から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティンおかげさまで20周年これからも地域とともに歩みますはい、さあということではい、明けましたやっております花の花の19時からでございますちょっと早かったかもなあ、ちょっと早かった今のは4秒だったな今のは十分だろ4秒だったら5秒って言ってたから5から10って言ってたねはい、うん、さあちょい ということではいということでということでえっとあ謎なぞなぞがですねはい3つすごいきておりますいいですねはいこれってあと何分喋れるの ?50 何て言った52まで52分ぐらいぐらいまで今33分なんではいはいはいえっとあと20分ぐらいかああそうですかはい OK ですじゃあ3つ来てるんすけどじゃあ 一番上から行きます。はい、えー。短いのもあるから、まあ、いきますか。はい、うん、じゃあ、あ行きます。ラジオネーム。あ、いいね。パンケーキ撫でたい。出ました。パンケーキ撫でたい。はい、いつもありがとうございますね。ええ、問題。七年。七、うん、月25日はかき氷の日。お,<う>お城でかき氷を食べていたら。かわいいおならが出たよ。 かき氷には何がかかっていたはあ7月25日はかき氷の日、うん、お城でかき氷を食べていたらかわいいおならが出たよかき氷には何がかかっていたもうね、うん、もうすぐわかったわあらうんすぐわかったすぐわかったええーうん。どこでわかったえーっとねー さっきのファンファンファンぐらいなんで問題見てないだろ、ファンファンファンは。ファンファンファンは出てないか。らまだかき氷提供されてないか。提供されてない。パンパンパンの。それぐらいでも気づいてたから。あ、そうええ、わからん、マジわからん。わからん。ええ、そうなの珍しいな。かわいいおならが出たわけね。はい。おならが出た。はい、おい、いいね、いいね。いいよ。はい、はい。 ああまあもうどっちでもいい、うん、音はどっちでもいいな別になな音はどっちでもいいねあ可愛くないなそれ、うん、なあ可愛くないなまあ分からんけどなえ何がかかっていたはいかき氷にはシロップお<う>シロップそうあそういうことお城でだからお,しお,でお城でだろうん おかわいい女が出ました。なるほどね。かき氷には何が買ってたシロップ。あーすごい正解ですかね、多分ね。これは正解,正解でしょ。はやーって。あん<ー>。正解ですね。これは分かりますよ。あーそうなんだ。イージーイージー。いや、ティーキャットイージー。a s イージーとダンス。じゃあ、あと2個あるんで。はい。はいじゃあ、きます。ラジオネーム出ました。 ちいちいレモンさんが。ちいちいレモンじゃなくて。ちいちいレモンね。かわい赤ん坊が言ってんのかな、これ。あ、かいですね。問題。はい。ええ、だしはだしでも。ドラえもんが入っている出しってなあに。入っている。出汁は出汁でも、ドラえもんが入っている出しってなあに。ええ。ドラえもんが入っている出汁。 おーなるほどえー、え出、ー、汁は出汁でも猫でしょ猫型ロボット、うん、ドラえもんちょっとあのー、まあそうかもしれないけどっていうのを一個言っていい、うん、はい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 一個言っていいいいよはだしですかねあーじゃあ俺もそれは思いましたけどはだし まあなんでかって言ったらまあドラえもんが裸足だからっていうのまあ靴っていう靴履いてるイメージないもんね、うんうん、あれが靴なのかいやドラえもんはあのでも裸足とかでもないんじゃない裸足裸足なのあ書いたのな何も履いてないねはって言ってるでも2ミ、う、リ、ん、浮いてんのよドラえもんあそうそうそうそれは聞くそれは有名な いやでもドラえもんは裸だしとかの概念はないと思うじゃないかじゃあそれは違うってことね違う違う違うそれは違う違ねオッケーオッケーじゃあ別の線で考えますよちょっと待ってうわ答えきた見てしまった見ちゃったうんゃかった分かったら分かったじゃあ次からで次から分かったって言ってくださいコメントではねあのでもすごいなるほどねいやそういうことねだしはだしでもドラえもんが入っているだしうん ああ、オッケー、オッケー。猫型ロボット、猫。うん。ええ。猫じゃだしとかじゃない。いいえ、やな、オッケーあるか。まだ裸足の方がまし。あたしの方がまし。裸足の方がまし。二分できた。えっとね、当てるわ。当ててください。ええ。裸足はブーブーでございます。はい。ははいいオッケー、オッケー。はい。猫じゃだしはどんなですかね。猫じゃだしは。えっとね。はい。 分かったら分かったって言ってくださいねすごいでもみんなすごいな早いなドラえもんが入っているうん,んだしはだしでもドラえもんが入っているだしいい問題だねうんああめっちゃいいわえー、でも俺ドラえもん通ってないんだよな珍しいドラえもん通ってないとわからないこれ。 ドラえもんいや、通らなくても。通らなくても分かる。おのずと入ってくる。へぇ<ー>、うん、そうなんだ。ドラえもんはもう多分これもセットぐらいでしょ、ね。ね<っ>もうそれぐらいもうほんとに。なるほどメメ。メジャー。メジャー。え、どっちもいいよ。どっちでもいいよ。これヒントかもしれないよ、もしかしたら。アニメメジャーメジャー。えー、ドラえもん。ドラえもん。 タケコプター。おう、まだだしは入ってないね。どうでもドア。だしは入ってないね。えー、うん、アンキパン。いや、珍しい、珍しい。えー、ドラミちゃん。ドラミちゃん。せわしくえー、スネオ。スネオ。<laughs> えー、伸び伸びた。 のびのびたのびのびたドラえもんのびたのもうじゃあコウさんでいいですかコウさんちょっと待ってもう一回問題聞かせてあいよ改めていきますよえっとラジオネームいやそれいいよチッチレモンはいいよそれヒントになるのこれ関係ないから関係ない だしはだしでも、ドラえもんが入っている出しってなに。出汁は出汁でも。ドラえもんが入っている出汁。うん、じゃあ、出汁なのね。じゃあ。いや、あ、いいね。ドラミちゃんも。あのー。出汁入ってますね。ええ。いいかも。ドラミちゃん、俺もせわし君って言ったでしょうん。せわし君わかる。わからん。<laughs> そんなのいる？ドラえドラミちゃんに何かついている、うんうん、あののびのびた君みたいな何かお世話がかり。ええそんなのいるんだ。世話し君みたいな。うん、世話世話しいせ？いやのびのびたんだから世話世話しか知らんけど。<laughs> うん、それは。えドラミちゃんも入ってんの？ドラミちゃんも出汁入ってる。ポケット。出汁どこいった？えドラえもんに入っている出汁？ ドラえもんが入っているだしってな。ドラえもんが入っているだし。うん。ドラ<ら>。ああ、いいね。ドラだなじゃあ。うん。だし。ドラ、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 だし、だし。だし、ドラだし、ドラだ,だし。だし、ドラ、ドラ焼き。ドラえドラ焼きドラ焼きドラ <laughs> 焼きが好きっての分かる。 それぐらいの本当にあれ、うん、それぐらいなんか当たり前のドラえもんがネズミが嫌いうんそうネズミ嫌いだなうん、うん、もうそれぐらい本当にあにわかりやすい鈴何？鈴が何鈴ついてるね広瀬いやいや広瀬じゃなくてドラえもん鈴ついてるす、ね、鈴ついてるよ、うん、何は鈴だし すずだしって何すずだし何だすずだしって何よ答えうんしょうがないなああドラえもんだいつの <laughs> これいつのの,の,ぶよのぶよのぶよののぶよでもなかったけどないしょうがないなあ、えー、いつの未来のもうあと五六個先のドラえもんこうきくんはこれだからこうきくんは見ないなこんなドラえもん <laughs> きますじゃあはい正解は「引き出し」ですなるほど引き出しからねなるほど出たり入ったりするもんねああそういうことね引き出しですね引き出しかいい問題いい問題引き出しなすごいこれはいいいいですねはい最後ありますけどどうしますいきますくださいはいラジオネームうん 恋するうさぎちゃん。ええー。<laughs> 何。あの。ラジオネームっぽいな。<laughs> 王道、王道ですね。王道のラジオネームだ。三つ目だから、もう切れたんでしょうね。<ー>ストックが。<ー>はい,い、行きます。アンパンマンが。植えた木はすくすく育ってしまいます。はい。 アンパンマンが植えた木はすくすく育っています。木の名前は何答え皆さん言わないようにコメントで。アンパンマンがっったたらか育てた木がすくすく育つ。アンパンマンが植えた木はすくすく育っています。うん、木の名前は何 の何パンマン <laughs> 何パンゲンなにパンゲンテな、パンゲンじゃなくていいだめ <laughs> 何マンになの何マン <laughs> しょうがないなドラえマンドラえマンですねドラえマンかい <laughs> アンパンマンが育ってた木がアンパンマンが植えた木はすくすく育っています、うん、はい 木の名前はなじゃあ絶対アンパンマンが関係してるよなすく,すく育っていますえ木の名前はな上植えたキース気がすっ柳瀬たかきまあアンパンマンの作者な海の親でしょ柳瀬 アンパンマンが植えた木がすくすく育っています。その木は何その木は。あっ、あああそういうことか俺、分かったかも。ね、俺もちょっと分かったかも。じゃあ、正解言いますはい。一斉ので言います。一斉ので言います。愛と勇気。 ああ、はいはい、勇気ね、だから。あ、勇気だ、愛は関係ないか。勇気で。しょ勇気だね。勇気でしょどうですか。勇気だな。絶対勇気だよ。愛と勇気だけが友てさ。でも、飢えた木。あ、飢えた木ってことでしょう。愛と勇う。あ、正解です。正解。愛と勇気ですか。はい、ありがとうございます。え、愛も。そうで、ほら。 愛と勇気。ねだから俺が正解で不正解です。あじゃ勇気じゃないんだ。勇気ではないです。愛と勇気。愛という名の気ってことうそうああ、いいですね。上手です。愛と勇気ね。愛と勇気でしたね、名前はね。なんていう名前ですかだから。愛と勇気。ああ、なるほど。なるほどね。これって

答えだけじゃ <laughs> いやわからないまま終わるそんなのは嫌だしょうがないな誰よこれいつのドラえもんよこれ <laughs> 信夫よ信夫よ信夫よじゃないだろ、ね、はいありがとうございますあいますいねやっぱ謎謎はいいですねああありがとうございますまたまたぜひ はい。お願いします。ま、俺アンパンマンも通ってないんでね。なんで何通ったばアンパンマン。どの道通ってきたここまで。テレタビーズは通ったわ。なんだわ、その道わからん。裏道裏道テレタビーズ通ってきたテレタビーズ。あの、いろんな色の。うん。カラフルのなんか変なやつらでしょ。あの、ベイブレード通った。ベイブレードコロコロコミック通った。通った。通った。クラッシュギアは通った。めちゃくちゃ通った。クラッシュギア通った。クラッシュギア通った。 クラッシュバンディクはクラッシュバンディク通ったあサルゲッチュはサルゲッチュも通ったあ通ってるうんーえー、じゃあ何があるピタゴラスイッチとかピタゴラスイッチ通ってないええー、俺だからみんな、うん、あのピタゴラスイッチって言ってさん、うん、何のことやっばいね何の CM? って思ってたやっばい少年だねだからあのいつやってればピタゴラスイッチって思ってたもんあれはあれ ストレッチマンストレッチマンはあの通りかかった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 。そこに隕石が落ちてきてそそそううう。なしになった伸びる伸びる伸びるストップ通ってるよ多分それよりわかる通ってるここら辺が熱くなってきた。いや通ってるよし1 いい子で隕石が落ちてくるんでめちゃくちゃ撮ってるやつ撮った通ったストレッチマン通った今5人ぐらいいるからストレッチマンえ今まだいるのまだいるまだいるストレッチマンあの黄色いストレッチマンがなんかもう大ボスみたいになってそこに部下たちがいる色とりどりのストレッチマンがあのあれあの椅子に座ってる人と立ってる人とピアノ弾いてる人とかいる 椅子に座ってる人ピンクいなんかレオタードみたいなの着てからえっとなんだこれはラジオ体操のラジオ体操の違う違う NHK のラジオ体操あるけどあるけど違いますね全然ピンとこなかったわそれは通ったそれは通ったんだ知らんそれは通ったそれ知らんなピンとこなかったなラジオ体操大いつも踊るのは 第1ラジオ体操第1ラジオ体操第2通ってるから俺第2知らんな第2知らん結構第2知らない人多いな何すんの第2第2の曲調俺めっちゃ好きなのよどんなあのまあラジオ体操第1でま最後深呼吸 なんかでんてんてんてんみたいやいやそれ結婚式だなそれ結婚式だなえ式6時半結婚式, <laughs> 時半結婚式 <laughs> 早朝結婚式えなんだよ早すぎるだろ第2話私も通ってます第2話ねあのめっちゃアップテンポなのよ最初なんかあそうなんだ、うん、ラジオ体操第2てんでィてんでんてデてんてて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 てテててテテテテテテテてててててテ ずっとジャンプしてるだろう。でわ<タッ><タッ>からん。何すんのまじ。でででででで。知ったことない曲調だな。<タッ>これとかあるこのこのさ。いや動きは知らない<タッ>。曲だけ知ってる。あそう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 って。<タッ>そう知ってる人いるんだあのラジオ体操第二の音楽俺めっちゃ好きなのよ。

いや親っ子がもらってないけどあもらわないんだなんか公園で集まって体操しましてましたあの親が厳しかったからあなるほどね大泥棒あのそうそう大泥棒の親があの最初の一週間だけは行ってたあなるほどねそういうことねあやばもう時間ですあもう時間ですかあっちゅう間に時間でございますありがとうございますラジオ体操第二話ねあの久しぶりに聞きたくなるのよこれ定期的に じゃあもう,もう,もうあのー、なんかでなんかで聞こうじゃんそ<う>みんなでみんなで聞こう聞いたことないマジで何まであるのかまずわからんし確かにな、うん、2> 俺2位,な2位までは知ってるから2位までは知ってるんだね 2>, 2位まではもうフルで知ってる 踊りは知らないよあ踊りも気になるな座ってたらどうするいやラジオ体操第2はね結構多分ジャンプ系が多いと思うあなるほどねアップテンポだからねそう第1で体をほぐして第2でなんかこの大きく動くみたいなあ第3でなんか扇とか合体技とかじゃないもんそうよ 楽しみでございます。ちょっとチェックしてみますありがとうございました。皆様、ありがとうございます。はい、えー、っとですね。7月の27日に劇団アラマンダという手話を使った、えー、お笑い劇がありますので、そちらよろしくお願いします。いますはい、ということで、今日は以上でございます。また来週お聞きください。ありがとうございました。お相手は花フラワーの竜一と申します。そしてグレキンでした。ありがとうございます。